アンドリュー・エイ・コソーブは、アメリカ合衆国の映画及びテレビプロデューサーである。制作パートナーのブロデリック・ジョンソンと共同で、アルコンエンターテインメントを設立し、CEO を務めている。また2009年には、幸せの隠れ場所でアカデミー作品賞にノミネートされた。1992年に、プリンストン大学を卒業する。プロデューサーのブロデリック・ジョンソンとは、 大学時代に友人となった。コソーブとジョンソンはカリフォルニア州ロサンゼルスに移り、そこで二人はフェデックスの創業者、会長であるフレデリック・ w スミスからの金融資本を持つ映画会社を立ち上げた。会社はアルコンエンターテインメントとして知られることとなる。彼らの初の長編映画、ライラ、フレンチキスをあなたとは、工業的に失敗したが、二本目の マイドックスキップは700万ドルの予算で3400万ドルを売り上げた。アルコンはその後も PSI Love You、ゾルタン星人、旅するジーンズと16歳の夏、ザ・ウォーカー、インソムニア、プリズナーズなどを制作した。2009年に公開された幸せの隠れ場所は史上最も売れたスポーツ映画となりアカデミー賞にノミネートされた。 アレックス・ギブニー監督のテレビドキュメンタリー、シナトラ、オール・オアナッシング・エティ・オールで制作葬式を務め、エミー賞にノミネートされた。また同年には、制作葬式を務めたサイ・ファイのテレビシリーズ、エクスパンス居住目覚めるタイが始まった。プロデューサーのキーラ・デイビスと結婚しており、二人の子を儲けている。ありがとうございます。